フェノプルフェンとは、マイナスにプロピオン酸のことである。なお、CAS 登録番号は31879057である。フェノプルフェンの尖閣構造式。フェノプルフェンの分子模型。黒が炭素、白が水素、赤が酸素を表す。フェノプルフェンの分子式は、C15H13O3 で、モル質量は,は242.26986で、ある。 フェノプルフェンは、二つのベンゼン管が、エーテル結合をした構造をしている。ジフェニルエーテルの誘導体であり、ジフェニルエーテルのベンゼン管に直結する水素のうちの一つが、プロピオン酸の2位の炭素に置換された構造をしている。なお、このプロピオン酸部分の2位の炭素は、キラル中心である。また、カルボキシ元を持っているために塩を形成することもあり、例えば、 口実のカルシウム塩などが知られている。フェノプルフェンは医薬品として利用されることもある。フェノプルフェンはプロピオン酸系の塩せずの一種であり、他の一般的な塩せずと同様に、人などの生体内でシクロウキシゲナーゼを阻害する。このために、プロスタグランディン類の合成が阻害され、炎症を抑え、また下熱作用も持つ。ただし、このために、 他の一般的なエンセずと同様の胃腸障害などの副作用も発生しうる。また、これは当然ながら、過量のフェノプロフェンを使用した場合は、さらなる有害な作用が出現し、それは使用後数時間以内に現れてくる。その他、個体によっては過剰投与でなくとも本剤への過敏症などによる症状も起こりうる。無論、本剤に過敏症を示すものへの投与は禁忌である。 フェノプロフェンは、人に対して、蛍光投与をしても吸収され、空腹時に 600mg のフェノプロフェンを、単回投与した場合、約2時間後に、血中の濃度が最高となった。フェノプロフェンは、タンパク結合率の比較的高い薬物の一つで、あり、人の体内へと吸収されたフェノプロフェンは、その約99%が、血中のアルブミンと結合した形で存在する。 人の体内では約90%がグルタチオン方合を受けて、その後、腎臓から尿中へと排泄される。なお、フェノプロフェンの人からでの半減期は約3時間である。しばしばフェノプロフェンはカルシウムとの塩の形、すなわちフェノプロフェンカルシウムの形にして医薬品として使用される。このフェノプロフェンカルシウムは常温常圧で固体。なお、 フェノプルフェンとは別な CAS 登録番号が与えられており、フェノプルフェンカルシウムの CAS 登録番号は34597405である。ちなみに、フェノプルフェンカルシウムは通常に分子の結晶水を持っており、組成式は 2CA2H2O で、分子量は558.6324である。ありがとうございます。